久保さん。久保さんのおかげで4800円稼げました。もう久保さんの影響でですね、僕は自己アフリートもちょいちょいやってるんですけど、カード系ね。で、そのカード系やる理由は、あの、動画のネタになるので、で、動画の広告費用も高いし、もうレバレッジ効くので、もうカードしかやらないってほぼ。で、さっきやったんですよ。で、こう面白くて久保さん。あの、今、セブン&、セブンなんとかカード。まあ、これ A8 なんですけど、 えっと、7個の立体型ですね。これが、あの、報酬が4800円に5月31日までになってたんですよ。で、やってみようと思って、僕、セブンカード持ってないし、7個はカード持ってないし、まあ、やってみようって言ってやったんですよ。で、あのね、えー、っと、12時50分に申し込んだんですよ。で、で、今しばらく審査するんでお待ちくださいってなったんですよね。で、5分後。 もうこれスクショを撮ったんですけど、5分後、審査受かりましたみたいな。カード発行準備しますみたいな。マジでみたいな。5分で通るみたいな。ちょっとビビりましたね、5分で通るのは。秒速だな、みたいな。5分ですよ。だから5分で4800円がもう確定です。確定。未確定ではなく、だから未確定の動画も撮ったんですけど、さっきね。 だからその動画、要は、まあ、工程としては、自己アフリエイトやりました。で、やって、未確定報酬4800円上がりましたよ動画をさっき撮ったんですよ。で、その上がりましたよ動画を撮った後、メールチェックしたら、もう報酬確定してますよ、みたいな。で、今度、報酬確定動画を撮るんですけど、<laughs> これ2本、続き玉2本撮りますね。で、これもう、動画ネタになってるんで。すごいないですかこれ、4800円稼ごうと思ったら、時給で1000円だったらね、 ま、時給900円にしましょうか。じゃあ5時間ぐらい働かないといけないんですよ。<laughs> 僕ちょ、ちょっとやっただけで4800円ってね。よくないですかこれ。めっちゃいいっすよね。しかも僕の場合は、なんでカードやるかっていうと、まあ、動画のネタにめっちゃなるんですよ。で、この前久保さんこれ面白い、これまた、これも動画撮るんですけど、これね。三井住友。これね。これ三井住友の DM が来てたんですよ。DM っすよ。ただの。 で、その三井住友の DM 来ましたっていう動画を撮ったんですよ。だから招待状みたいなね。そう。それが、ちょ、三井で、あの、結構、ま、回ってるんですけど、その三井、タイトルが、三井住友カードから DM が届いたクレジットカードの限度額がっていうやつなんですけども、これが今、えー、っと、まあ、約1000回ぐらい回ってます。約1000回ぐらい回って、まあ、4ドルぐらい稼いでくれてますね。要は、 DM ってチラシですよね。久保さん。ね、みんな捨てますよね。でその、もう本当に、なんか NHK みたいな話ですよ。向こうから勝手にあのチラシあの、DM 来て、それを元にしてね、あの、もう400円ぐらい稼いでるっていうね。みんなゴミに捨てるだけですけど。これは DM は何かっていうと、限度額上がりましたっていうお知らせの、まあ、あの、なんか DM だったんですけど、DM っていうかお知らせですね。 うん、特別なお客様へみたいな感じで。まあ、限度額上げましたみたいな。で、あとはね、そのチラシもあるんですけど、チラシね。チラシなんだっけカード。このチラシはね、すごい結構稼いでます。チラシ。チラシ。あのー、借り入れ。なん、チラシは何のいいか、あのー、バードかな。これね、結構ね、チラシはね、チラ、他のチラシもあるんですけど、それはね、結構稼いでくれてます。 チラシっすよ。なんかその、カードで金が作れるみたいな。あ、カードで金が作れるっていうやつ。あ、これ1300回回ってますね。あー、これじゃないか。これじゃないかな。なんかね、何回か撮ったんですけど、あ、 7000回だ。これだ。これ一番持ってますね。クレジットカードから金が戻るみたいな感じで、これはその、弁護士さんの税理士事務所かな。それで、まあ、過払い金戻りますよみたいな DM のチラシですよね。で、これが今7000回ぐらい回ってて、総収益がいくらだと思います ?7000 回回っていて、今、えー、67ドル稼いでくれてます。つまり、えー、っと、7000円ぐらいですかあーまあ、1ドル100円換算だと、 うんあ、じゃあ、67ドル、まあ、約、まあ、7000円でいいですか。あの、だから、ゴミ、ゴミのチラシからね、7000円を生み出してるわけじゃないですか。<laughs> すごないですか、これ。<laughs> だからね、もう、これね、やった方がいいと思うんですよね。なんでやらないのかなと思うんですよね。だって、ゴミからでもね、お金生み出せるんですよ、今。すごないですか だからこの仕組みというかまあこれやった人じゃないと分かんないからやれないと思うんですけど僕はいろんなことをテストしてあこれいけるなと思ったらもうバンバンかぶせるんでそうこれもかぶせますけどねこのね <laughs> これただね見て捨てるだけじゃないですかみんなまあこれみんな捨てるやつからでも金生み出せるんで僕はうんこのチラシから7000円ってすごくないですか <laughs> 約7000円。まあこれ、まあずっと上がってるんで、多分これからも1万回、2万回回りそうな感じですね。アナリティクス見てると。ロングでずっと回ってるんで。そのクレジットカードから金戻るみたいな。うん。まあ、な感じですかね。だからカード系のこれで多分ね、僕ね、30万ぐらいはいってると思いますけどね。カード系の動画の広告収入は。トータルで30万ぐらいは稼いでんじゃないかなと思いますけどね。 うん、まあありがたいですよね。うん、ただただやったことをアウトプットしてるだけなのに30万もらえるとかね。<laughs> ありがたくないですか。うん、しかもそのね、あの審査に受かる前と受かった後、またこれも作れるし、もう動画いくらでも作れるんですよ。ありがたいですよね。うんはいまあ、ということで、まあ、基本大事ですね、久保さんね。まあ、基本に対してどうレバレッジかけるかっていう。だから基本だけじゃダメなんですよ。 要は、自己アフリートだけやってたら、それはもうアッパーありますけど、だ僕の場合は、こっからね、まあ、アナリティクス全部、あの全部見てないですけども、まあ、あのクレジット系の経由からチャンネル登録あるんですよ。ね。で、リスト登録もありますからね。<laughs> どうすか。もう、めちゃレバレッジ効いてるわけですよ。 うん、だから久保さんがね、パンからでも速火塾売れるみたいな話なんですけど、クレジット系からチャンネル登録、まあリスト登録、商品売れるみたいなのもあるわけで、無限増殖ですよ、これね。<laughs> うん。だから、まあ久保さん失う力だから、まあちょっと考えます。失うじゃなくて、あ、う、の、ん、増やす力にしましょうか。いってらっしゃい。